はい、このバガーバサミね、もうちょっと切れ味が重いんだよね。はい、これね、まあ、切れるには切れんだよね。でもじゃちょっとジャリジャリした感じ、ちょっと重いんでね、ジャリジャリね。まあおおよそだけどね、この板の角度が20何度、22度ぐらい、23度ぐらい。これもちょっとマイナスになってっかな、下が。で、ベルトサンダーのね、下側が約まあマイナスにね、ちょっとしてあるから、まあ合計すれば20度ぐらいになるのか、引き算してね。で、これから何するのかっつったらね、自分でコバを立てすぎちゃったんだよね。40度ぐらいのコバになってたかな。それを削って削ってね、25度ぐらいまで持っていこうと、コバをね。で、最後まあ細かく仕上げてね、バフかけてどうなるかね、やったんだけど、結局ね、もうハサミとしてこれ終わってんだよね。で、研いでね、仕上げしたらね、ティッシュは当然切れないし、髪の毛も切れなくなっちゃったのよ。で、原因っつったら、もうほら、裏隙の部分まで削っちゃってから、ほら、隙間空いちゃってんだよ、ここにね。まあ、0.05ミリぐらいかな、シックネスゲージで測ったら。たらもう、あとどうするかっつったらね、叩いて曲げるしかないっていうのは、あと力ずくで曲げるしかない。で、ちょっと前回やって叩いてもダメだったから、火で炙ったらどうかなと思ってね、バーナーでね。もう破れかぶれだよね、このままじゃ。ペーパーは切れるけどね、髪の毛は切れない。まあ髪の毛切ることはあんまりないと思うけどね、なんか悔しいからね、もう深追いしていく、こっからね。はい、もう昨日ね、15分ぐらい叩いたんだけど、全然変わんないんで、ちょっと今日は加熱してみます。もう破れかぶれね、何でもありでね、まあ加熱しにはどうかなと思ったけどね、結局ね、ダメなんだよ。やっぱり火だからね、あんまり熱かけるとね、焼きが入っちゃうからね、まああんまり色が変わんない程度に。これステンレス、焼きが入ったら塩酸サンポールやるとね、焼きが取れるんだよね、色はね、色はね。なんで変わるとは思わねえけどね。あっち。やっぱ全然変わんないね。まあかなりね、しつこく叩いたけど全然変わんない。やっぱりなんかやり方間違えてるなっていう感じだよね、ここまで曲がらないとね。あとは材質的にね、もうバネコーンになってるから、バネだから曲がんねえのかなとかね。で、とりあえずじゃあこれ炙りながら力でトルクかけたらどうかなと思ってね、今やってんだけど、これも結局ダメ、無駄な努力だったね。曲がる感じないよ。あっち。まあ、結局曲がんねえんだよ。ダメなんだよ。やり方間違えてるなって感じで、ここで一旦ね、作業中止。もう何やってもダメだからね。曲がんない。曲がんない。何やっても曲がんない。心が折れるってやつだね。結局ね、叩いても何してもね、曲がんない。さっき一応開いて。まあ、100分の6は入っちゃうね。100分の8も入っちゃうね。もう視座として終わってんだ、これね。0.1は髪の毛1本はさすがに入んないんだろうな。ちょっとでも先っちょ入っちゃうね。結局ね、ぶったたいたらね、曲がってきたよ、これ。もう壊す勢いだよね。だもう力任せに叩くしかねえと、電動でぶったたいたらどうなんかなと思ってね。曲がった。鉄の原能で、まあハンダで、とりあえず曲がってきてるね。もう自分の視座じゃなきゃこれできないよ。人のサメなんか触れないよね、これじゃ。
100分の3。うん、もうちょいだね。これはもう壊してるような音だよね。ちょっと曲がんないよこれ。かなり汚いな、今のは。だいぶ改善してるかな。先はもう詰まったよね。じゃあこっちは、はい、こっちも開いてからぶったらこう。もう自分のハサミで、人のハサミじゃこれ叩けないよ、怖くて。ああ曲がった、来てる、これ来たわ。ボハンマーなんかじゃ曲がんないよ。あ、これも来てるわ。なんか曲がりだしたら急に曲がるね。ね、はい。ね、はい。ほんで、とりあえず、曲がるよ、曲がった。だけど、もう、割るぐらいの勢いがなかったら、これ、叩けないよ。でもう一回、研がないとダメだね、これね。あ、切れるようになった。見て、切れるようになった。ああ切れるようになった。真似する人はいないと思うけどね、これ弦の方がやっぱり効果的だね。で、銅ハンマーなんかじゃ曲がんないよこれ。やっぱり叩く位置だね、これ。コツが分かると簡単に曲がるかもしんない。でとりあえず叩く位置書いとくよかね。真似する人はいねえだろうな。はい、お疲れ様でした。やっぱり硬い弦の方が力が入るのかな。で、叩く位置はやっぱり狙ってあの辺だよね、中心からちょっと外れたあたりだから、やっぱりここ叩くべきなんだよ。中途半端なとこ叩いても結局逆に反っちゃうかもしれないよね。ここまあ最初怖いからね、まあ、この辺をゴン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 叩いて、まあ慣れでも問題だね。まあこんなこと真似しようっていうのはね、うちのチャンネル見てる人だと一人ぐらいしかいねえと思うけど。今興味のある方はぶったたいてみると面白いかもしれないね。はい、お疲れ様でした。